アークなど SF を3回読み、さらに役のハードボックを読むことで SF ファンの第一歩を踏み出すようになる人は SF ファンの間だった。そうなんです、 SF ファンっていうのはこういう厳しい道を進んで SF ファンと呼べるようになったんです。しかしスターウォーズが公開されたが状況は一変する。消費者が考えない SF ファンが増えることにより、それはわびさびの世界だった SF 界が変わった。映像とは恐ろしいもので、スターウォーズの冒頭で SF の恐ろしさが俊敏できるようになったのだ。僕もそれなんですよ。ガンダムのスペースコロニーに落ちてくるシーンで、これはなんか何かを感じたなと思って、それで調べてみたら SF だったんですよ。まあ、それはいいんですけど。まあ、わびさびとはサドウェイで修練を積んだものだから感覚のものであり、善の知れか発動することをする、社会を見て、鼻を見て微笑んだ。いつもですよ、分かったと思った。だが普通の修行僧では理解できなかった。修行は足りないからだ。これはわびさびである。ではなぜわびさびの話をするのか。それは今の第6世代のオタクたちは子供の頃から CC サクラやセーラームーンなどを触れ、本来東茂雄などしか理解できなかったロリコンの科ができるようになり、それを燃えと呼んだからだ。なんですよ。で、ここで一般オタクとは萌えが理解できない。岡田さんを研究室で進めているお年頃を理解できた。オタク趣味はモラトリアム精神じゃないかと。これは著者の中で警告しています。世界系だったかな、なんだっけ。なんか、オタク、モラトリアムに精神になりたいからオタク趣味を選んでるオタクがたくさん出てきてるって書いてありましたね。それでこのオタクの研究が出てくるオタクはモラトリアムであるというのが、つまって一注訳あります。ゲームライターの社長、世界系とは世界をコントロールするという人、成長という観念を拒絶するという人、根本的政策があり、それぞれ代表的に DC シリーズと、ブギーポップシリーズなどあった。カーニバルイーブは世界、例えば世界異なる対象の世界系の人は笑わない。つまり、成長する意思観念の拒絶の意思という意味で、すでに世界系というのは、モラトリアムなんですよ。まあいいや。世界系ってのはエヴァンゲリオンみたいな世界のアニメの方なんです。アニメや漫画の方なんですけどね。まあそれでいいんですよ。で、そこでオタクの研究が出てくる。オタクはモラトリアムであるというのは、このオタクイコールモラトリアム、世界的に危険な存在である。それらが見える作品がオタクのモラトリアム政府を引き出していることに、お母さんの著作で警告する。つまりオタクが死んでいるとこういうことだ。また、クリエイター性思考のないオタクが増え、岡田さんはオタクのビデオ、オタクが研究なので啓蒙し続けてきた。オタク以降信じるのではないということをおかしさを感じた。テレビチャンピオンに出席した岡田さんは、同人誌を作るオタクは理解ができるが、声優の脚本や銀河英雄でのプラモなどに価値観を乱す彼らを見て、オタクはすでに死んでいると感じたのだ。それは金で買えるものがあり、オタクとは本来金で買えないものを作り出すパワーがあると、オタクの美でオタクが研究で啓蒙し続けてきた。彼らのプライドは許さなかったんだろう。オタクではないと。彼は悲しさからのもう一つオタクに関しての本を読了した。心理者とオタクなりきん。この本にオタラをオタクではやったままを見て、PC88 のリッターを2をやったからなと豪語しているが、ファッションとしてのオタクとは考えられなかった。彼はこういうオタクはこういうの得意じゃない。赤いスポーツ界なんてバラの花束をプロポーズして奥さんになったく、価値観はずれたと思うんだ。彼はオタクなライトノベルは書かない。まず趣味がアニメかゲームだったら俺のゲスデストックで資格、ラロメ作者にはなれないね。それよりか案外オタクでないって話は別で、オタクの狭い量形しか見れない世界あなたは知ってるんだからな。とこう語る。この本がオタク、岡田さんのようにモラトリアム、オタクモラトリアム説が正しければ恐ろしいことを語るってことに立然した。まあ出来上がった原稿は誰も見せないこと、気になる文字は見せない、書いては書きまくる、それから自分が守るけど、想像する、そして、キャラを動かす、漫画みたくね、俺は少年ジャンプから学んで、ね、描写必要ないし、必殺技さえとなるときは、漫画アニメせよ、連中、勝手に戦闘シーンを描いてくれたものがね、これはモレーキャラを作ってモラトレイヤーも引きずり込みで、ビッポが恐怖する、まあこれはいいとして、
お母さん、ここは第4世代のオタクから薬始めた、いわゆるエヴァオタクである。これはですよ、エヴァオタクがちょっとおかしいんですよ。なんかね、彼らはね、こう、まあいいや、彼らは哲学者、文論などを巻き込む社会的な現象だったエヴァンゲリオンの作品と、アーディティティを持ってしまったもんだ。アーディティティとは人との異差です。自分と人とのどれだけ違うかっていうのを、こう持つこだわりみたいなもんだな、要するに。まあいいですね。中村力君、オタクの研究で、彼は人間、人には理解できない趣味を持つ、いわゆる気持ち悪い人を自覚しているが、エヴァファンは自分は一般趣味と思い込み、それが自分の医者で、よりどころやフェミニズムのように自分は傷つけられた一般趣味なオタクと扱われることを思い込むようになってしまった。これは岡田さんの本の中にも書いてあります。NHK の番組で、自分はオタクじゃないけど、じゃあオタクなんだって言って、でも、そういう趣味は差別されてると思い込んで中学生が出てきて、で、それをなんで公言するのか、お母さんには全く分からなかったんですよ。多分、これは、エヴァファンたちが勝手に被害妄想を抱いてしまったんじゃないかなと思うんですよね。まあいいや。自分は傷つけられた一般人はオタクが扱われたと思い込むようになってしまった。本来オフィシャルだったオタク文化を理解できないと思い込む。エヴァファンが振り出して、ことがおかしくなりだとしている。そして岡田さんは言う、オタクを捨て大人になろうよって。これどっから聞いてしようだが、中村京オタクの原因そのままじゃないか。じゃあオタクは死んでるのはどうすればよいかということですね。死んだ SF に目を向けてみよう。ハリウッド映画で SF ばかりだ、 SF 作品ばかりだ。宇宙戦争やディープインパクト、スター・ウォーズのリメイク、マトリックス、SF は死んでも SF 作品は作られる。同じようにオタクは死んだ、しかしオタク作品は作られるだろう。というところで締めておきたいと思います。要するに、中森明夫のオタクの研究と、オタクはすでに死んでいるっていうのは、ほとんど同じような内容だったってことですよ。総括すると。まあ、それだけ言っておきますね。あと、どこだっけ？それで成熟者女ヌード写真は絶対受け付けないんだよね。自分の知ってる男で、人知れず見本見せたら、よせ、汚いなんて、わめで、必死に目をそもして、それじゃ今、コミックボックスの編集者だって、そんな感じだよね、なんて。これはすごいなと思って、今のオタクの現状を表してるなと思って、すごい、80年代にもうすでに研究され尽くしてたんだなと思って、中村明夫、すごいなと思いました。以上です。